速稼塾の久保です、菅新総理が誕生してですね、携帯電話の料金が値下がりに進む方向、格安SIMがこれからどんどんね、私のその身近な存在になることが考えられますけども、これは一つね、携帯3社、ソフトバンク、ドコモ、au のこの既得権益を早速壊し始めたというね、この菅総理の規制改革の一端ではないかなと思います。でもね、その他に私たちが注目するものとしては、例の5月あたりに申し込みが私たちにも解禁された、特別定額給付金ですよね。要するに希望者全員に10万円をだだ配りするというあの仕組みですけども、我が家でもね、私と奥さんと子供3人、生まれたばかりのね、7、8ヶ月の子供にも10万円プレゼントなんで、我が家ではね、一発で30万いただけたという話で本当にありがたいなと思います。きれいさっぱり使わせていただきました。消費を刺激したと思いますけども、この特別定額給付金がまたね、第2弾もしかしたら第3弾も支給されるという見通しになっています。記事の方ちょっと読んでみますね。夕刊フジです。菅のミックスで消費刺激、10万円再給付示唆、携帯電話料金大幅値下げに、執念、上位3社は寡占状態、世界でも高い料金ということで、携帯電話の料金もかなり高いということはね、前々から言われてたんですけども、私もね、今4860円の格安 SIM になってものすごく便利になりました。しかもこれね、利権付きなんで、毎月10万とか20万っていうお金が振り込まれる携帯電話の利用に今なってるんですよ。私の場合はですよ。携帯電話料金につきましてはこれからも注目でございます。またね、格安の携帯電話を使って、それからできれば儲けたいなって方はね、私の方にまたメッセージいただければと思います。それでは10万円っていうことが今回のテーマなんで記事に戻りますね。自民党の菅義偉総裁は16日午後、国会の首相指名選挙で第99代総理に選出されということがありますけども、ずっと下の方ですよね。携帯電話料金の引き下げに執念を燃やすほか、10万円の特別定額給付金の再給付も示唆するなど、消費に直接働きかけるメニューが並ぶということでございまして、かなりねワクワクしますね。10万円の定額給付金もらって使ってない方います？あれ貯金しちゃダメですよ。10万円をすぐ使うから世の中の景気が刺激されますんで、買うもんがないよとかね、外出が難しいよって方は通販をしてください。通販をするなり、商品券をもね買うなり、 JCB の商品券でもいいじゃないですか。そういうのを買って、とにかくその10万円が別の形に動くこと、そうすると10万円を使ってもらった業者さんっていうのがやっぱり助かるわけですよ。で、助かったところがまた別のところにお金を使うってことで、経済がぐる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 回り始めますんでね、これをぜひね使っていただきたいと思います。くれぐれも10万円を節約したりとかね、ちびちび行ったりとか、あれを大切にとかではなくて、もうね何かに使っていきましょう。それこそね、税金の請求書が来てったら、その税金パッと払うでもいいじゃないですか。もともとねこれもらえるはずのなかった10万円ですから、いろいろとね考えはあると思いますけども、みんなで使うことがおそらく次の10万を呼び水になると思います。前回の10万を使ったことでもね、かなりのね景気刺激になって、消費が上向いたっていうね、そういうふうなデータもありますんで、今回もそれに習うような形でもう一回突き上げていこうってことで、第2弾第3弾が出るんではないかなというふうに私は考えております。皆さんいかがでしょうか。それでは一旦以上でございます。